カルト部イエイ。はい、というわけで今回オカルト部なんですけども、珍しくオリさんとね今日は回っていきたいと思います。はい、ここなんですけど、ナルさんもテンション低いの、ちょっと呼ばないでいただきたい。なんだろう、呼んだ怖いんじゃ、怖いんじゃ、いきなり怖いんじゃ。今回ですね、埼玉県の秋ヶ瀬公園というところに来ております。日が暮れた後に森の小道を歩くと、霊と遭遇する。ちょっと今ここね小道になってるんですけど、いっぱいなんかこう草が生い茂ってて、なんか畑もあって公園もあるということなんですけど、あとは真っ暗な公園を歩いているとロングコートを着た女性の霊がいると。で、首のない体だけの霊が現れたり、赤ん坊の泣き声が聞こえたなどの心霊体験が後を絶たない。いかんというわけで、早速じゃあ一周してみますか。そのね、その心霊慣れやめようね。いやいや、慣れてないよ。スタッフ陣も心霊慣れてるしさ、ね、バカず踏みすぎ。青でいいですか、青でいいですか。エンジェルです。もうリアクション大きいから怖いね。あと待って、もう持たせないでお願いだから、本当に今日は厳かに行くから。あ、これ身にまとっといて。これ本当ね、なんで持たせたの、教えて。霊をここに宿していきたいなっていう。宿さないでそれ、俺に持たせないで。俺に宿るじゃんそれって。それやばい、それやばい。よし、じゃあ行きますか。はい、失礼いたします。あ、でもなんか昼来たらいい感じの公園そうな感じで。まずそれなんすか、それ。まずそれ何ですか。こんな加工いる？おり。普通こんな加工いりますか。ここ、俺に見る。違う違う違う。写真撮ってみる。わかんない。いや、大丈夫っすね。慣れすぎ。あ、平井心の場所なんじゃない。そういうこと。ああ、うん。それはそれでちょっと怖くないですか。でも、この避難所に入ったら、屋外に手、足、顔など絶対出さないでください。ああ、平井陣や。ここに雷落ちてくるところに入るってことですか。確かに、でもよくわかんない。だから受け流すんじゃないですか。お母さんも一回入ってちょっと写真撮りましょうか。さっき明らかに、うーって後ろが撮ります。ちょっとこんな序盤じゃないでしょ。ちょっとなんかあるやけど、行くよ。なんかある、なんかある。ちょっと外に来て。なにあれ、なにこれ。水鉄砲が置いてます。絶対マジで。いや、なんだほんとマジそういうのやめてよ、ほんと。取れますね。はい、お願いします。やべ、腹痛くなってきた。やべ、腹痛くなってきた。手こいた、今腹痛くなってきた。手こいたでしょ。多分霊障きたわ。あ、でも何もつってないですね。大丈夫よね、これ持って。じゃあ小道歩きますか。何に目指したいところは。はいはい。カエル鳴いてますね。カエル鳴いてるわ。田舎道ってところですね。なんでこんなに鳴くの。帰るの、それは夢関係ないと思う。あ、でもすごい大自然。いや、これ多分昼とかに来たら多分 ね、綺麗な景色が絶対に。これは人生、鍛えられすぎでしょ。現場仕事を優先して恐怖感が増してなくて。え、どうしたの、すげえ嫌な感じ。ええ、これ無視っしょ。泣く泣く。なんか嫌な感じしません。俺だけ無理無理無理。待って、確かにすごいうるさいな。こんな泣きますよ。いや、うるさいうるさいうるさいって。向こうさん、やっぱここ、こういうとこ来るとやっぱさ、もう、はあ、異常に敏感になるね。やばいやばい。もう来てんの。いや、今だってすごかったよ、あの音。すごかったけど。ほら、ほら、なんかすごいこう、圧迫されてる感じがあって。霊の言う、お前来んなみたいな。霊の YouTuber、向こうまた開花するの早いって、ちょっと。せっかくこの間もうパワースポット行ったのに。アンパワースポット来ちゃいましたね。やばいやばい。いや、でも確かにこれ夜中来ると雰囲気あるな、なんか。あるね。ありすぎですね。ちょっと。いや、もうすごいすごい、もう鳴き声みたいなのしましたね、ね、今。本当に？これまたあれでしょ、ほら、ね、あれを見てください。えぐいって、えぐいって。なんかあのストロークなんか雰囲気ありすぎてるっていうか、なんか異世界に繋がってる感じがある。ちょっと待ってくださいね。一枚撮っていいですか？怖えわ。異世界に繋がってる、ほら。この絵の心霊感すごいな。見てこれ。怖いな。吸い込まれそうな心霊感、異世界。そうですね。一応じゃあそう、バケタンもやってみます。もうちょっとだいぶ離れましたけど。あの、だいぶ。来んなって言われてるような気がする。え？え？焦った。はあ、焦った。何今の最後の。一回フェイントが出てきた。やめましょう。これちょっと危ない。ほうほう。行きましょう。これきつ、ここきついっすね。カメラを。いや、ここきついっすわ、マジで。やばい。
でね、今の一応秋ヶ瀬公園ってことで石碑的な何かがあるっていう話でこっち来たんだけども、はい、まあ、見つけられなかったんで、あとなんかその奥行ったらヤバそうだっていう2人の判断あってスタート地点に戻ってきましたが、はい、あともう一箇所なんかその公園に心霊スポットと言われるようなあるらしいんで、いや今から行ってきてましたけど、なんかねこあの隣の広場公園と全然違うね。説明できないけど、なんかね見えない何かがこうなんかこうまとってる感じはなんかねあった。いやでもね、これ多分噂になってるけど、本当に小道を歩くと霊と遭遇って書いてあるじゃん。ほら体が重くなる感じがする。あと赤ん坊の鳴き声が聞こえたとか。じゃあウフウフしてたのは赤ん坊だったのかもしれないですね。なんでそれここで言うんや。やめなさい。向こうさん、お腹センサーどうでしたか。今は大丈夫。いや今はだいぶマシになったけど、うん、あの時もう締め付けられとったね。やばかったわ。出そうとした体が。向こうさんが便意マックスだったらもうその時はやばい。もうやばいやばい、もうおしまいやで。じゃあ移動します。じゃあ行きますか。また虫が鳴いてますね。さっきよりはでも気づいてますね。さっきよりは全然いい。あそこはちょっとエグすぎた。あでもなんかまださっきより開けてるからなんかね、さっきのあのなんかね、あそこのエネルギーが強すぎて。そうだ。なにこれ。鳥居ですね。これですか、斉藤 D。 なんですかこれは。ありましたね。蜂なんだろうね。取りますよ。はい、チーズ。鳴き方強くなってきたよ。それが、なんでかな、なんて書いてある。見えんのじゃん。数字取れたのに数字グロとしちゃった。あ、見えた。八幡村ヤマト。あ、じゃあ八幡社レイは八幡社。お邪魔させていただきます。なんか見えるな、ここ急ちょっと曲がってちょっと照らしてよ。うわ、いや、きついな。まだ明るすぎるか、これ照らしてきついすぎる、幽霊の照らして怖っ。この先に祠がある。本当に怖っ。斉藤さんのこと何も信じてないわ今。本当かよ。うわ、ちょっと待って、亀死んだ。本当かよ。うわ、ちょっと待って、亀死んだ。うわ、ちょっと待って、亀死んだ。危ねえ。昼僕もだんだん不安になってきましたけど。それっぽくない。あれ、えぐくない。なんかあるよ。でも、ここに照らしいよ。ああ、こんなことある。あー、なんかありますね。何かが守ってるよね。この現状が一番怖い、部活ファンって。あー、ここだ、絶対。とりあえず一回お参りしよう。お邪魔させていただきます。失礼します。よし、俺マジうんこ漏れそうです、やばい。ちょっと待って、まず下から。ちょっとやばい、ちょっと、はい、急ごう急ごう。待って、お金出した方がいいのかな。いや、大丈夫でしょう。大丈夫ですよね。大丈夫、大丈夫。とりあえずお参りし、失礼します。すいません、暗くして、失礼します。失礼します。ちょっとやばい、これやばい。行こう、オンにしていこう。これちょっとマガマガしい。ました。すいません、またよろしくお願いします。お邪魔させていただきました。また来ました。はーい。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい。盛りそう、盛りそう。盛りそう、盛りそう。ちょ、オンに照らして。腹いて。なんでお腹痛くなっちゃうの？だから。オンに。はい。あっちサイド。とは逆の方来たんですけど、この鳥居があって、そこからね、100m ぐらい進んだところに、あれ、祠の存在感が凄まじくて、ちょっとやばかったね。あの竹やぶの中に祠がすごい存在感があって、なんかね、無礼なことできないっていう、そんな気持ちでした。しっかり、でもしっかりとなんかね、あのそう、しっかりとあの、霊を込めて、ご無礼ないように、そうそうそう、させていたんで。でもお腹どうですか。ちょっとトイレ行きたいですね。なんで死んでるんですか、ちょっとお腹が来てるから。やばいやばいやばい。ちょっとあの、無比とトイレ行きましょう。無比変えましょう。分かりました。よし、というわけで、もし何か、そうですね、秋ヶ瀬公園。というわけで今回のシーンは埼玉の秋ヶ瀬公園でした。はい、あの何か映ってたらぜひコメントの方よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。